皆さんこんにちは。ハロツーゲームのおかげでピコパーク2を買ったミデです。サビです。おかげとは貢献しました。今日はブルートのレポ動画になります。ついに行ってまいりましたよと。自宅待機してました。今回は私一人でのライブ参戦ということで、一人で東京まで遠征してきました。まあやばかったね。でもみんな同じ感想だと思う。行った人はとにかく感動だし、もうすごいみたいな、やばいっていう一言に尽きるんですけど、できるだけ頑張って話そうと思うので見てくれたら嬉しいです。僕もまだ全然話は聞いてないんで。そう。もう早く言いたくて。うずうずしてました。一応、瀬戸り順でというか、追って話していこうかなと思います。まず会場がですね、曳舟文化センター劇場ホールということで、バーイベとかやってる会場かなっていうイメージですね。オタクたちからしたら馴染みのある場所ってことや、うん、じゃあ。多分そうだと思う。まあ、私はもちろん初めて行ったんですけど、もう本当に駅の目の前、駅出て、ちょっと道路渡ったらもう会場みたいな。すぐで、だからアクセスはまあいいですね。非常に分かりやすい場所にありました。今回ファンクラブイベントで参加するっていうのが初めてだったので、いつもと違って電子チケットなんだよね、ファンクラブイベントは。で、顔認証っていうのがあって、事前にメールで来るので、顔を登録して当日 QR コードで入場っていう形でした。座席が分かるのが何時間前だろう、1公演目の開演が5時20分とかそれぐらいだったんですけど、3時ぐらいには席が分かってたかなっていう感じです。よくある1週間前とかではないってことや、うん、じゃん。当日公演前に分かるようになってました。まあ、そんでもって席がね、まあ、これはもう言いましたすぐ連絡して、1公演目が1列の14番、すごい。2公演目が9列の19番ということで、すごくないと。すごい。1列と9列って前すぎやな。相当当たりなんじゃないかなっていう感じで、しょっぱな最善みたいな。そんなことありますかっていうので、もう緊張しちゃったよねと思って。1列ったらもう前に席がないんやろ、今回。うん、そうそう、本当に最善で、すぐ前がステージっていう状態でした。やば、めちゃくちゃ近い。やばかった。それはすごいね。そして、そう、会場入りまして、ステージに楽器とかがセットしてあって、下手にピアノとキーボード、真ん中にソファーがあって、上手にギターが置いてありました。ルルちゃんが弾くってこと？いや、ルルちゃんは楽器は演奏しないで、ピアノの畑宮さんとギターの小金坂さんっていう、今回このルルータの公演、全部ね、出てくださってる方がいます。会場でジブリのオルゴールがずっと流れてて、それが面白かった。どっかクリニックにいるような、ポニョとか流れてるの、オルゴールで。癒し空間みたいな。そうそう、ヒーリングミュージックみたいな。それがちょっと面白かった。全曲、着席での鑑賞っていうのが言われてて、だから立ち上がるっていうこともなく、声出しは可能ですよと。でもまあそういう内容でもなかったから、特にコールはなかったかな。撮影禁止とか最初こう持ってる人いるじゃん。紙っていうかあれを。撮影禁止とジャンプ行為禁止っていうのがあるんですけど、ジャンプはしないだろうっていう状況。座りながらね、無理やもんな。相当やばいやつじゃないと、あの公園でジャンプはしない。それが後でから、さすがにジャンプはないだろうって思いました。まあ、書いとかないとね。いや、書いてないからいいと思いましたってなるもんね。開演3分から5分前ぐらいに、ピアノの畑宮さんとギターの小金坂さんが先に出てきて、チューニングというか、ちょっと準備みたいなのをするんですよ。だから、あ、もうそう、始まるんだなっていう感じで、ルルちゃんがこうわーって出てくる感じになります。もう1公演目は最善だったから近すぎて、でもやばかったね。衣装はもう写真とか結構出てると思うんですけど、ピンクのキラキラのふわっとしたドレスで。うん、髪型は
公園で多分毎回違うと思うんですけど、私が行った時は巻き下ろしでキラキラのカチューシャというかヘッドドレスみたいなつけてました。めっちゃ可愛かった、それが。もう本当に近すぎてめっちゃ見える。視力悪いんですけど、それでも見える。足の血管とか、ネイルまで見えるくらいの距離で。うわぁ、顔ちっさーとか。めっちゃ見てました、最初は、ルルちゃんを。距離が近ければ近いほど、普段、例えば見てる人との比較っていうのも、やっぱ、イメージしやすいやんか。そうね、感覚的に。傷一つなかった。うん、綺麗な足だった。やっぱちょっと下じゃん、だから見上げる角度になるんですけど、うん、だから足とかめっちゃ綺麗だなってこうやって見てた。そして1曲目がビヨンズの夢さえ描けない夜空には、その時点でやばいじゃん。1曲目なんや。そう、まあ、最初出てきた時はね、わ可愛いとか見てましたけど、まあ、歌が始まったら歌もやばいってなって、でこの曲はバイベの時に歌おうか悩んだんだよねみたいな話をしてたから、うんうん、でその時にあ聞きたいわって思ってたから、それはすごい嬉しかった。この1曲目で一緒に会場に来てほしかったなって思った。もうこれ聞けないのもったいなって1曲目の時点で思ったね。これ聞かせてあげたかったなってすごい思った。すでに、しかも生演奏ってことやもんな。そう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 。もうペンナとかも公演通してめっちゃ振るとか踊るとかいつものライブみたいなことはなくて、もう握りしめて持ってるみたいな。そんな感じが多かったかな。まあ、ちょっとこうねやったりとかあったけど、1公演目のこの曲でもう泣いたね、衝撃的すぎて。早っと思って、もう最初の歌声の衝撃がすごすぎた。もともといい曲じゃん、めっちゃ、うん、さらにこうソロでっていう声の響きがすごすぎて、最初の感動はすごかったね。そして2曲目が買い替わりでした。1公演目がボーノの I need you で、2公演目が恋 ING。 ボーノのこの曲はあんまり聞いたことなくて、あ、聞いたことあるなーっていう部分があるみたいなくらいだったから、ルルちゃんの歌が私の中で原曲みたいな感覚になりました。恋 ING はセトリを一応予習してから行ったんですけど、あ、それがあったかと思ってすごい楽しみにしてたんですけど、表現が可愛いっていう感じで、歌声もちょっと違う表現になってたから、それがすごいなと思って。それで、ダンスもがっつり踊るみたいなのもそこまでなくて、若干振り付けもあるけど、ほぼ体でリズム取ってたり、表現みたいな。とか、あともう待ってるみたいなのが多くて、この曲は本当に仕草みたいな部分もあって、それがめちゃくちゃ可愛かったです。あれしてた、マイク持ちながらうんうんうんってよくやるようなやつ。うんうんうん、やってたやってた。よくやるあれやな、うんうん、この曲か覚えてないけどやってた、いつものやつね。あのパフォーマンスめっちゃ好きなやつ。はってなるよね、うん。そして3曲目、アンジュルムの愛されると AORB。 この曲をこう生バンドで選ぶんだっていう衝撃は最初あったんですけど、この曲もアンジュルムの中だったら私はめちゃくちゃ好きな曲だったので、すごい嬉しかったです。僕のイメージあったら出だしタケちゃんのイメージ、うん、でもルルちゃんってことやもんな。全部ね。全部落ちさみも全部ね。やっぱ生バンドだからテンポも違うし、曲の感じもちょっとジャズっぽい感じアレンジされてて、雰囲気も全然違ったんですけど、だからもうちょっと曲が大人になった雰囲気っていうのがあって、より深みを増したなっていう歌詞の意味が、もう魂の叫びみたいなのを感じました。この曲の時は上手とか下手に動いてそれぞれの場所で歌ってました。もう本当にこの公演の中で一番好きだったかもしれないレベルで良かったね。その曲のアレンジ含めめちゃくちゃインパクト強かったです。この移動する時とかはさ、結構ルルちゃんが周りを見渡したりするやん。もうこの時点で一回は目合ってる？あー、合ってないね。そこまで最善
を見てるなっていうのはあんまなかったかな。やっぱり、うん、ちょっと遠くの目線だったかも。そこまでめちゃくちゃこうお客さんばっかり見てるなっていうのはあんまなかったかもね。しっかりやっぱ歌を届けるっていう、こう表現するっていう方に集中してた気はする。本当にあのアンジュルム推しだからこそ聞いてほしいなって思いました。でここで MC ありましたね。なんか曲終わりにちょっとこの曲これぐらいって話すぐらいで、めちゃくちゃ長く喋るっていうのはあんまなかったです。まあ、最初はまあ挨拶と、まあ、今日めっちゃ暑いよねみたいな感じしてて、うん、私晴れ女だけど暑くなりすぎたみたいな言ってました。男性女性とかね、比率的には本当1公演目の時は最善だったから、もうわざわざこう見渡すっていうことはできなかったというか、してなくて、2公演目の時は、まあ、9列目だったんでちょっと、うん、周りと前の方は見えてたけど、 4.5 割ぐらいは女性なんです。ああ多いな。じゃあめっちゃ結構多いなっていう感覚でした、パッと見で。まあ、今日最終日、ルルータ最終日だから、うん、まあ、ちょっと寂しいみたいな話してましたね。いつも通り MC はふわふわしてて可愛かった。そこは想像できない。パフォーマンスとのギャップみたいな、うん、そして4曲目がこれも替え代わりで、1公演目がややあの時代を忘れない、うん、で2公演目が真夏の果実で、サザンオールスターズさんの曲でした、うん。そういう J-POP も歌うってことなんやな。うん。今回はハロプロだけじゃなくて J-POP も歌うっていうのを言ってて、これはソファーに座っての歌唱だったんですけど、うん、ソファーがだいたいセンターに置いてあったんですけど、下手向きに斜めに置いてあって、自分がちょうどセンターの一個下手側ぐらいの席だったから、なんか座るとちょうどなんか目線視線合うみたいなぐらいの角度でそれにびっくりしておーおーおーみたいな本当に贅沢な時間だったかもしれない。自分に歌われてる感覚になるよな。本当にそうそうそう、本当に真正面って感じだった。でも最善だとルルちゃんの息を吐く音とか吸う音とかまでちゃんと聞こえるのね。でなんか歌う前に前奏が流れてるでしょ。その時にこう最初目閉じて息をふーって吐く時間、なんかこう入る時間があって曲にね、なんかその感じとかもすごい伝わってきて、うん、それはやっぱ前の方の特権かなっていうのは思った。表情とかも全部ちゃんと見れるっていう、うん。あの時代を忘れないの方は聞いたことなくて馴染みなかったんですけど、だからもうほぼルルちゃん見てたね。最前で公園の前だからわーって思いながらルルちゃんを見てる時間で、曲終わりにお母さんが好きな曲だったからセドリに入れましたって言ってて、懐かしいって思った方もいますかみたいな、でこうわーってなってあ、じゃあ親と同世代ですねっていう話でちょっと笑いが起こりました。2公演目の時の真夏の果実はマジでやばくて、この曲は私も知ってたんですけど、1公演目の時のどっかの MC の時、ルルちゃんが体揺らすとか、あの目閉じたりとか、なんか好きな感じで音楽を感じて聴いてくださいって言ってたのね。だから2公演目のこの曲の時に勇気を出して目を閉じてみた。なくない？アイドルのライブで目を閉じて歌を聴くことってないじゃん。見たいよ。見たいけど、うん、勇気を出して目を閉じて聴いてみたの。真夏の果実をね。もうそしたらもう本当にすごくて、やっぱり歌声が耳にダイレクトにこう入ってくるし、歌い方とかも、やっぱり原曲がこうハロプロの曲じゃない、こう J-POP の、しかも男性の曲っていうので、うん、またちょっとね、こう、どんな感じになるんだろうみたいな、うん、やっぱあったりしたけど、もうそんなの感じさせないぐらい、ルルちゃんのこう、世界観にこう自分も入れた感じがして、この一曲だけで目閉じて聞いたのは。でも、本当にしてよかったなって思った。それぐらいなんか新しい感覚だったね。資格なくすってのはすごいことやったよな、じゃあ。そうね。もう今後、ないんじゃないかな。アイドルのライブで目を閉じて聞くということは。ないと思います、なかなか。でサビを裏声で歌ってて、それがすごい綺麗でね。そこが印象的だったかな。歌い終わった後に、なんかそのことも話してて、サビを裏声に
しましたって言ってて、うん、でも桑田さんの力強い歌い方も好きなので、最後のサビは地声で歌ったっていうふうに言ってました。やっぱり男性の曲って音域がすごい難しいらしくて、すごいやっぱ悩んだというか、表現すごい考えてやったんだろうなっていうのが伝わってきました。有名な曲でもあるし、一番なんか世間に聴いてほしいかなと思ったかも、この曲が。そして5曲目も回替わりで、1公演目が愛子さんのキスハグで、2公演目がつんくさんのフォーエバーあなたに会いたいでした。1公演目はそのままソファーに座ってて、2公演目は立って歌ってたかなっていう記憶です。でこの1公演目の時のキスハグ歌ってた時に見ないましたようやくこの時だけかな、やっぱちゃんと目合ったなって思った。でも本当に真正面だったから、うん、座ってたからね、びっくりした。なんかそんなつもりで見てないからさ、こっちはあのびっくりするよね目合った時ってなるこっち見てたと思ってびっくりした。でハロプロ以外の曲を歌ってるのを聴くっていうのはなかなかやっぱレアなことだなっていうのを改めて思って、まあ、愛子さん自体がちょっと癖強いじゃないけど、色が強いじゃん、自分の。だから、カバーしたらどんな感じになるんだろう、みたいな、思ってたんですけど、完全に、ルルちゃんの色になってたね、そこは。なんか心配なかった。本当に全く別物として、いい曲だな、っていう風に感じました。他のアーティストの人の曲を歌うにあたって、まあ、許可とか絶対取ってるわけやん。うん、それ音源化して、まあ、ジュースジュースのチャンネルとかにな、載せたりしたらいいよな。絶対 SNS に載せた方がいいと思う。TikTok とか。絶対新規のファンの人とか呼び込めると思う。マジでやった方がいい。もったいないなって思った。これがファンクラブイベントなのももったいないなって思ったぐらいだったもん。うん、でなんか途中のどっかの MC でも音源化したいですねみたいな話とかしてたから、うん、それなって思ってマジでもっと世に広まってほしい。ブルーレイとかも今後出る予定、うん、収録はあったみたいなので今後バイブみたいな感じで出ると思います。もうつんくさんの曲はこの曲なんかあんま記憶なくてだからもう一回聴きたいなって感じです少し記憶ない。それが入ってるかも分からへんな。どの公演が出るかって感じだもんね。今回の東京公演の前に8月にもう東京公演と広島公演があったけど、その時とまたちょっと瀬戸利が変わってるみたいなのを聞いたので、うん、その現地でしか聴けなかったっていう曲もあるかもしれないね。